はい、行きます。いいね、もうちょっと笑顔で、はい、うわえー、選んでもらえたってことに、まあ、ホッとした気持ちがいっぱいです。まあ、こんだけ評価してもらえたっていうのはほんまにあのこの結果通りだと思うんで、そこは自信を持っていきたいと思ってます。まあ、ストレートの質っていうストレートっていうのを見てもらいたいと思ってます。まあ、自分は選ばれるっていうのが目標じゃないんで、入ってから活躍するっていうのが目標なんで、そこはしっかりブレずにやっていきたいと思ってます。僕が今あの大事にしている言葉で感謝って言葉なんですけど、今こうやって皆さん来てくださった中で本当にあのこういう場を作ってくださったっていうのもありがたいことですし、今まで僕に関わってきてくださった人に感謝したいです。楽天を日本一のチームに導けるような投手になりたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。